今日のセカンドチャンネルの動画は、今全国小学生スマブラ大会というのをやっておりまして、私それの応援サポーターで来ているんですけども、会場でこちらのスマブラの世界的プレイヤーマムサさんに会いました。どうもです、マムサです。はじめまして。はい、よろしくお願いします。あの僕、はい、身内だとトップなんですよ。お、いわゆる地元最強じゃないですか。いわゆる井の中の蛙状態ですね。一回その世界プレイヤーと戦って自分の今の立ち位置を知りたいんですよ。わかりました。生田さん、全力で潰しに来てください。わかりました、全力でやらせていただきます。まずは途中で、はい、したら私はまず何を使うか気になります。キャプテンファルコンが好きなんですけど。キャプテンファルコン。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。キャプテンファルコンのファイター使ってて本当に楽しいんですよね。やべ、緊張してきた。いただきます。雷だと当たらん。よいしょ。やだー。今落ちてると思ったんだけど。155%。すごい。もう一匹いいですか。もう一回試したいやつが。プリンのリボン付きです。はい。もう書いたね。じゃあ、アムサさんのすごいところは、はい、全部使えるところなんですよ。できます。全部って基本に戻って。今回から新しく入ったカラーも。オデシーの方です、ね。オデシーのマリオで行かせて。よろしくお願いします。はい。いや、マリオならこういうパンチしてるイメージしかない。待って違う、プリン落ちて、はい、やだあと1分は戦わせてくれ。プリン、よし、これで世界プレイヤー。ああ、ダメだ。早かった。ああ、乗っちゃった。
ありがとうございました。ありがとうございました。